じゃあ次はソニーはどうなんだいっていうので、今結局ボールがソニーの方にある気がします。ああ、 そうだね。じゃあ Z も出したわけだからね、はいはい、あなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファ、アルファホビー部。いやー、でもね、ちょっとここに来て、うん、ね、ソニーのね動きも含めて、ソニーちょっと動き、何するにもその RF マウントを参入オープンってこととこうなんかつながっちゃって、話が全部こうつながる、つながる、つながる、ね、ね、はい、でも要はキヤノンはもう答え出したんですよ、これ。そうだね、じゃあ次はソニーはどうなんだいっていうので、今結局ボールがソニーの方にある気がします。ああ、 そうだね。じゃあ Z も出したわけだからね、はい、Z も出してますから答え、うん、じゃあソニーはどうするんだいって問われてる状態で、ここに何て答えるのか、うん、で今後のやはり5年10年がガラリと変わっちゃう気がします、うんね、うん、と思いますよ。これで R1 出てさ、うんうん、R5 のスペックとかによってさ、ちょっとみんな前はさ、ほらちょっとまあね、いつ出るんだ、あんまり期待できないんだみたいな、ちょっとこう多少そういう空気もあったけど、これでみんなが納得できる機種が出たらさ、ドバーって流れる可能性だってあるわけじゃん。それでシグマタムロのレンズ使える可能性もあるわけだよ、こっちだと。今まではゼロだったけどってなるがさ、ね、しかもね、制限がないかも、ない可能性がある、うん、まだはっきり言ってないですから、うん、これは、うん、まだなかなかね、うん、我々も知らない間の中ではその言い切ることはできないですけど、上顧客ですよ、そこの部分流れちゃったら。いや、上顧客っすよ、そこ行っちゃったら GM レンズ買ってた人みんないなくなっちゃうんだよ。だ かつてソニーがやったこともう一回やり返されるわけです。そうそういうことですね、本当にそうだよ。その通り、そう、全く同じことやり返されるわけですね、うん、本当にその通りだと思います。しかもでも今回はやばいっすよ、これ。うん、だってこれまあさ、ちょっと意地悪な言い方をするとだよ、ミラーレスの面白さを教えたのソニーっすよ。そうだよ、そこだよ、そうだよ、うん、そうで、ソニーがしっかりと遊び方を教えて、ミラーレスっていうのはこうなんだよっていうのを、さんざっぱら育ててきたユーザーをバッサリ持っていく可能性があるね。そうだ、本当にその通りだ。そういい感じで育ったところ、うん、はい、じゃあいただきますと、うん、いう感じで、要はミラーレス慣れしたユーザーですよ、うん、要は、はい、ミラーレスで育ったユーザー、当時はね、ソニーしかなかったから選んだ、まあ、私も本当にその通りなんですね。ないからそこで最新のカメラを触りたい、そう、それを学んだわけですよ。そう、最新のカメラを触りたい、ね、ミラーレスとはこういうもんだと、で、電子ファインダーのカメラっていうのはこういうもんだっていうことをね、うん、まあ、当然高画素機、ね、マイクロフォーサーズはありましたけども、うん、ミラーレスで、うん、だけど本格的なフルサイズのカメラでミラーレスっていうものを学んだのはソニーですよね、うんうん、そこのとこっていうのはね、非常にソニーとしてはこのままでいくと悔しい思いをする可能性があるよ、うん、あるんじゃないかな、だね、あるよって言っちゃいかんですね、うんうん、あるんじゃないかな、だね、うんうん、あくまでも憶測ですから、うん、っていうのはちょっとやはりまあ一ファンユーザー、うん、ね、あと育ててきてもらった恩義のある、うん、ソニーに対してね、あるものとしての、心配事が尽きぬと、うん、いう感じでございますね。はい、まあ、うんうん、そういうね、 ZV-E10 のお話もありますけども、もう一つソニーで気になるのが、はいはい、その後に続くカメラ、はい、2機種噂されてます、はい、FX、 新型の FX で、まあ、これがもう、そうね、そうそう、これも言われてますよね今ね、まあ、3じゃないみたいな感じですけどね。けどまあ3も待ったなしっちゃ待ったなしなんだけど、あそこの業務機がそんなすぐ入れ替わるかっていう感じ。そうだよね、そうだよね、通常ね、やっぱりコンシューマーとは違いますからね、うん、だからもっともっと息の長い商品、うん、だからいくら AIF 積んでないとかそういうことを差し引いたとしても、うん、だから次新しい FX、うん、型番みたいなのね、穴を埋める、もしかしたらAPS-C かわからないけども30に代わる50とかそういうのが出るのかもしれない、まあ、それはもう憶測です、あくまでも、はい、うん、もしかしたら新しいフルサイズ の四角いタイプ、一眼レフタイプの形で出るかもしれないです、それも憶測です、わからないです、まあ、そういう形で、まあね、アルファと FX っていうふうに噂サイトには出てましたね、はい、でしかもアルファに限っては、うん、新しい フルフレームカメラみたいな、そんなこと書いてあった、うん、フルサイズカメラみたいな
なんかちょっと変な、え、何その書き方みたいな。あ、新しいラインナップかもしれないとか、ね、だかそういうか、まあ、拡大解釈するとそういうような風にも取れる書き方をしてるわけ、っていうことは以前噂になった SR とか、もしくは、フルサイズコンデジの、あの RX って名前を使わないで、あれアルファになっちゃうがなるかもしれないね。望ましいですね望ましいですね。それはレンズ交換式じゃないかもしれないね。もうそれかレンズ交換式であのコンデジサイズだったらすごいけどね、まあ、それはな、それだったらまあないと思うけど、それだったらいやもうね、かねてからですよ。だコンデジかな、だからやっぱかねてから、うん、ソニーのサイバーショットっていう名前に違和感がありました、うんね、はい。でサイバーショットっていう名前で20万近い商品を売るのは厳しいです、うん、だけどあれはもう仕方がないですよね、うん、あのもうコンデジのチームが作ってるっていうので、うん、だけどもうやっぱり少なくとも、まあ、RX1 に関しては違う名前にしてほしかったですね。で、それがもしかしたら今回なるのかな。ただ α っていうその名前の付け方の要はその定義がレンズ交換式の高性能一眼カメラであるっていう、もし定義がソニーの中であるならばですよ、うん、そこには入らんって形になっちゃいます、うん、そうそうそう。でメーカーってのはその辺非常に厳格でございます。だから FX も α ってついてるけど、一応 α っていう言い方は一言も知ってないんだよね。あ、じゃあ結構曖昧かそうだね、言われて、あ、そうだね、 FX α って書いてあるけど α って言わんな。 ZVE10 も α って書いてあるけど書いてあるわあれ言わん、まあ、それあの曖昧や、厳格じゃなかった、ごめん。だから一応片番では言うけど、 α って刻んであるかもしれないってこと、ね、あのだって書いてたからかっこいいもん、うん、いいんだ、あの α でかっこいいもんあれ、いいんだね、うん、そう、言うぞ聞かせろそれ、いいよいいよ、全然厳格じゃなかった、素直でいい、素直で、うん、全然厳格じゃない、うん、うん、